おはようございます。川瀬の王さんです。はい、今日はですね、いつもと違う風景と思うんですけど、実はキュウリ農家さんのところにお邪魔しようと思って今キュウリハウスの前に来ているんですけど、で、実は過去の動画、もう初めのね、2番目くらいの動画かな、ミニトマトの次郎丸くんっていうところのハウスにお邪魔した動画があるんですけど、そこの、本当は幸次郎って言うんですけど、幸次郎くんちがね、もう僕より前にキュウリ栽培を始めていて、で、僕はほとんどキュウリを始めるときに、ここのキュウリ栽培、あとね、夏に始めてるゴーヤを教えてもらっていたんですよね。ほとんど真似してます、ここのやり方を。はい。だから、すごい参考にもなると思うし、僕よりもね、詳しく説明してくれると思うので、紹介していきたいと思います。お疲れです。お久しぶりです。早速。元気してましたか？元気やね。しょっちゅう LINE しよっけどね。そうやね。連絡は取ってるけどね。うん。で、幸次郎って、もう幸次郎でいいやろ。うん。幸次郎んちってさ、うん。これ鎖でしょっちゃね。これ重さで隙間がなくなるように、重さでこの重りみたい、重しみたいな感じで虫が入る隙間をなるべくなくすような、鎖でしてる人は初めて見た。俺もこれどっかで誰かの見てから、パクってやってる、これは。あ、これ、うん、誰かの家で見たんだよね、昔。鎖でしてるみたいです。あとペットボトルとかつけてる農家さんとかいるので参考になればいいなと思います。これとかね、ちゃんと貼ってあるっちゃね。これは農協からいただいたものを、スリップスアザミウマ、アザミウマとかコナジラミの予防のために工夫してるっちゃね。はい、もうこの光景が、今ハウスの中に入ったんですけど、この光景がうちと違う。綺麗やね、やっぱね、すごい綺麗。葉っぱも取ってやってね、こんな感じです。で、早速目についたっちゃけど、これって天敵？これはスワルスキーっていう、うん、ダニの天敵です。よくキュウリ農家さんが使ってるです。これを入れるとどうなるとっけ？スリップスをこの食べるダニです。スリップスを食べるダニ。このダニが、スワルスキーかぶりダニが、そのスリップスを食べてくれるんで、うん、その目的で入れてます。ああ、これもしさ、農薬とか散布するときとか、そのダニはどうなる？ああ、やっぱ使用できる農薬が結構制限されるんで、よしわしはあるけど、そのスリップスが発生する、広がる前に先に定着させておくと、もう入ってきた、ちょっと入ってきてもすぐ食べてくれるんで、このダニが農薬の使用量を減らせるっていうメリットもあるんで。うち入れてないからさ、ちょっと比較できるね。うん、最近はなんかのリモニカっていうなんか別な天敵もあるけど、うん、うちはこのスワルスキーを使ってます。こちらの商品です。こういうふうに葉っぱの上に、これちょんちょんってところどころ、はいはいはい、少しずつ垂らしていって、ここにダニが、この中にダニがいっぱい入ってて、そこから広がって、もう今はもう定着してるような感じです。それで天敵のスリップスとかを防ぐ感じか。で、スリップスが増えてしまうと、オオカエソとかね、発生してしまったりね、いろんな病気が出るんで。で、今年はこのキュウリの株間は何センチ？株間はここは25かな。25、結構近いね。うん、25の4本出し、4本出しと2本出しをしてるところを分けて、今年はだから25センチの4本仕立てと2本仕立て。2本仕立ての方はこの距離短くして、間隔短くして、2本で出すような、もっと短くして2本出し、ここが2本出し、これが2本出し、2本出し
え、ぶっちゃけ4本出しと2本出しはどっちが生育いい、うん、いやまだ分からんか。まだ分からん。最後までちょっと通して、まあ、どのぐらいその病気に強いかとか、うん、生存率とか、あとまあ終了も最後まで通してみないとちょっとどっちがいいかは、うん、まあ、特に2本出しの最初の方ちょっと性欲が、あ、性欲性欲性育が強すぎて、ね、うん、ちょっとなんか変な感じになってるところもあったけど、まあ、今だいぶ落ち着いて、まあ、最後までちょっと見てみないとわからんかなっていう感じ。うちもね、何列か2本仕立てと4本仕立てで比べたりしてるっちゃけど、うん、そうやね、どっちがいい、どっちがいい時もあるから、まだ波があるからね、ちょっと後半戦比べてみて、うん、また来年に決めるみたいな感じやね。そっか、了解です。まあ、日本の方が絶対受精は保ちやすいと思うんやけど、そうやね、半分やから、うん、で2本仕立てで端っこにうち植えてるっちゃけど、やっぱ少しそっちベト病が入ったっちゃわ。やっぱ2本仕立てでも入るときは入るっちゃなと思って、うん、ね、すごい病気が見当たらないね。いや、ところどころちょっと若干ベトが入ってる、入ってるところもあるんで、早めに予防して潰したいと思います。了解です。